それではお待たせいたしました。最終第11レースヤンググランプリ2020、メンバーご紹介いたします。最終第11レースヤンググランプリ2020、1番車松井幸雄神奈川、2番高橋真也福島、3番宮本俊介山口、4番小林大成群馬、5番酒井陽栃木、6番河合優也東京、7番黒沢誠二埼玉、8番小原優太青森、9番森田優也埼玉、以上9選手で争われます。第11レース発走予定時刻は4時30分、電話投票締め切り時刻は4時27分です。なお民間ポータルサイトの締め切り時刻とは異なります。ご注意ください。では人気を見ていきましょう。まずは2車単です。1番車松井選手から人気が集まっています。1番3番で7倍、1番2番で 9.8 倍です。現在10倍を切っているのは2点となっています。続いての人気は1番9番で 11.6 倍です。3連単です。1番3番2番 20.6 倍、1番3番9番 23.6 倍です。その他のオッズはご覧の通りです。では最終ヤンググランプリに出場する選手のインタビューをご覧ください。やっぱりデビューしてからこのヤンググランプリというのは大きな目標でしたか？はい、まあ、やっぱりグランプリシリーズに出るってことは、やっぱり目標でしたね。今の松井君のダッシュならもう全部飲み込んでしまうんじゃないかなという強さですけども。飲み込むつもりでいます、はい、やっぱり地元で気持ちは高まります。汗水流して、発射バンクなんで嬉しいですね、やっぱり。じゃあ今度は松井君の涙をね、期待してますね。そうですね前県日の今の気持ちはどんな気持ちですか？そうですね、一言でもワクワクしかないです、はい、高橋君はどういった戦い方になるんですか？そうですね、北日本の小原君に任せて、まあ、生きるところから優勝を狙っていきます、はい、ポイントこれどこにありそうあると考えてます？まあ、後手を踏まないでしっかり積極的にかければ、まあ、優勝はあるのかなと思います、しっかり優勝します。応援よろしくお願いしますヤンググランプリ控えた今の心境どうですか？はい、まあ、少しでも緊張感を持って、まあ、楽しんで走れたらなと思ってます、西野選手がね、こう1人なんで。そうですね、まあ、短期、まあ、苦はないんですけど、まあ、しっかりいい位置取って、まあ、最終4コーナー回ってからが勝負かなと思います。気をつけなければいけないポイントどこになってくると思います？まあ、うちにつまらないことだけ意識していればどこかでチャンスは来るかなと思います、小林選手にとってね、このヤンググランプリっていうのはやはりデビューしてからのこう目標なんですかね？そうですね、やっぱ3年以内の目標ではやっぱここが一番大きいレースかなと思ってたんで、去年出れなかった分の悔しさもここにぶつけたいなと思います、小林君の目標はどうするんですか？走り方、はい、埼玉の2人が組むっていう話をして、はい、で残った3人酒井陽と河合優也と自分の3人で話して、優也は短期っていうのを選んだんで自分は陽の後ろでやらせていただきたいと思います。陽君の後ろならちょっとチャンスありそうじゃないですか？そうですね、最近の陽の調子見ても2人には十分チャンスがあると思うんで、しっかりと作戦2人で考えて2人でワンツー取れるように頑張りたいです。ここ来る前は地元でもね、こう壮行会があったらしいですよね。そうです、昨日ですね、はい、どうですかファンの方の声援というのは？そうですね、たくさん声援とメッセージをいただいて、まあ、期待に応えないといけないなと思いました。女性からの声援多かったでしょう？いや、そんなことないですね、もう半々ぐらいでした食い気味ですね半々ぐらいでした。あ、そう、どうでしょう、ラインの先頭ということでこのレースのポイントというのはどこに？タイミングをしっかり考えて、仕掛けるところあったらしっかり仕掛けたいと思います、はい、うん、こういう大きな舞台ってこう力が発揮できるタイプですか、はい、どうですか？自分はそうですね、相手強い方が自分は自分の力を発揮しやすいと思っていますね。前県日まで来ましたが今の心境どうでしょう？そうですね、まあ、これから一緒に戦っていくメンバーでここのヤングで戦えるんで、まあ、そこで
自分の力を出し切って一着目指したいなと思います。最後のチャンスですからね。そうですね、悔い残らないように、グランプリに向けての、はい、ね、いい経験を積んでいってほしいな、はい、大穴開けれるように頑張ります、はい、野球と比較してどうですか、自転車難しい？もう難しいです、はい、自転車でなかなか150キロは難しいですか？そうですね、出せればいいんですけど、うん、ヤンググランプリ控えた今の心境どうですか？そうですね、うん、もう覚悟は決まってるんで、うん、もうやるだけなって感じです、はい、そのやることっていう話になったんですけど、はい、この近況もね、長い距離踏むレースが目立ちますが、そういったレースで行きたいということですか？そうですね、はい、もう自分の距離に来たら全開で行きたいと思ってます、うん、どうですか、ここ来る前のね、こう自転車の感触はどうでした？そうですね、はい、カーボンではなく競技の、競輪の、はい、その鉄フレの方でも練習させてもらったので、まあ、感じは悪くないと思います、うん、他のラインもあって、こうレースのポイントっていうのはどのように考えてますか？はい、まあ、しっかりそのスピードが活かせるレースを心がけて、うん、まあ、後ろの新谷さんも最悪の場合番手発進になっても、うん、まあ、スピードは他の選手よりあると思うので、うんうん、まあ、そこで自分がどれだけ後ろに目をかけないように、はい、仕掛けたり、まあ、一番いいのはゴール前まで新谷さんとゴール勝負できれば、はい、一番理想なんですけど、うん、まあ、やっぱり自力がある選手ばっかりなので、うん、まあ、難しいレースになるとは思うんですけど、うん、しっかりとりあえず自分 そのスピードを生かせる展開に持っていければなとは思います、うん、ヤンググランプリ控えた今の心境どうですか？すごく楽しみです。楽しみっていうのはやっぱりこう一発勝負のこの29日に走るっていうのが、まあ、目標としてきた舞台ということですかね？そうですね、初めて人の後ろ回れるっていう楽しみがあります、うん、今回は黒沢くんの後ろですもんね。そうですね、はい、黒沢くんも積極的に行きたいっていう話をしてたんで、はい、森田くんにもチャンスあるんじゃないかなと思うんですが。そうですね、黒沢さんの好きなところから頑張ってほしいです。さあ、それではここで関東門にいらっしゃるあの方はどういうふうに思っているのか、あとは様子もね伝えていただきたいと思います。関東門からリポート入れていただきます。加藤新平さん、江藤美希さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょっと前ですよね、はい、私たちのすぐ後ろで地元の松井光雄選手がね、軽くジャンプをしながら、ね、かなりの緊張感を、ね、醸し出してましたね、はい、そして同時に酒井陽選手も、はい、見たことのないような厳しい表情でしたね。鬼の表情ですよ、はい、うん、今ちらっと高橋真也選手がね自転車の方に来て、またこれまた厳しい表情で、本当にこちらの関東門、うん、緊迫感緊張感が漂ってきていますね。なんか伝わってきますね、はい、さあ、そして今のバンクコンディションなんですけれども、15時40分現在気温が14度ということで、昨日の同じ時間よりも2度ほど高くなっています。そして風も1センターから2センターということで 0.5 メートル、ほとんど風の方を感じないですし。そうですね、風も感じないですし、とても例年のグランプリシリーズとは思えないような気温の高さ、これは走る選手たち素晴らしいパフォーマンス見せてくれるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、本当に選手の皆さんにね天候も味方してっていうレースになりそうなんですが、さあ、いよいよこの後ヤンググランプリを前にして、まあ、新平さんは名前こそ違いましたけれども、新人王を制したというねレースがありましたけど、ね、あ、そうですね、やはり、はい、まあ、シニアカテゴリーとかその後のグランプリに勝つことがやはり選手を志した時から の、うん、目標の一つではあるんですけれども、はい、その過程にあるビッグレースの一つということで、うんうん、このヤンググランプリ誰もが取りたいタイトル、まあ、王道ですよね、うん、そうですよね、競輪界を制するためのやっぱりね、うん、若手特有のバチバチ感、同型も多いですし、うん、そのあたりっていうのはいかがでした？体感そうですね、先ほど特別選手紹介の時でも、うん、やはり誰にも負けないぞというのを言葉には出さないものの、うん、すごくその言葉の節々から、うん、感じ取れるような特別選手紹介でしたから、うん、はい、そうですね、その気持ちというところが伝わってきますけれども、あとは純平さん、その113回生と115回生の気持ちの違いっていうのもあると思うんですよ、うん、そこがありますよね、うん、115回生は、まあ、頑張っている限り、自分が新人の中でもベスト9に入っている限り来年も出走できるということ、まあ、走る立場としてはそんなことは考えないとは思うんですけれども、はい、ちょっとね、まあ、気楽ではないんですけれども、うんうんうん、思い切った競争を
する一つの理由にはなりますよね。はい、対して113期はラストチャンスなわけじゃないですか、はい、ね、そのあたりのまたね気持ちの違いっていうところもあるかもしれないですよね、うん、はい、さあそして今後ろなんですけれども清水さん注目の河合選手、そうですね、河合選手、そして今、森田選手が空気のエアのチェックをしてますね、はい、そうですね、一応皆さん厳しい表情で、まあ、あの河合選手に注目っていう話もありました。まあそうですね、僕の注目はあまり重要ではないんですけれどもそうなんですか、あのやはりね競輪界をの将来を担う救選手がどのようなレースをしてくれるのかっていうのは、うん、僕も楽しみでなりません。はい、こちらそういう感じなんですけれども、ね、もうあの特別選手紹介の時からちょっとやっぱり表情がその前見日撮ったインタビュー小路さんが撮っていただいたと全然違いましたよ ね、はいはい、ね、今そうやってね、うん、あの報告していただきました。加藤君はあの、はい、河合君は どういったあれで考えてたんですか。もうやはりあの例年 のヤンググランプリを見てみるとその本命選手があの一着を取るということはなかなか少ない、うん、あのレースになるっていうやっぱ傾向がある中で、まあ、誰もがやっぱ展開その展開をものにした選手が優勝するということで、あのやはりラインもできる中ごちゃつく可能性も否めない、うん、そういった中やはり河合選手の強引なまくりが届く可能性あるんじゃないかなという感じですね、うん、本戦で足を貯めて河合が来るってことですね、はい、やっぱりあの例年逃げた選手早めに仕掛けた選手っていうのはかなり展開的にも厳しくなっていますもんね、うん、まあ、そしてあのこれ全員短期なんじゃないかなって予想された中、うん、ラインがしっかりできているという中でもどのようなレースになるのかっていうのは読めない、うんうん、新平さんはその風を切っていく、まあ、勇気を出してそういうレースをするとしたら誰だとお考えですか。うん、やはり浩二さんが、解説でもこのヤンググランプリはこうだっておっしゃられたんですけど、うん、僕も同意見、はい、8番の小原選手がやはりちょっとあの言葉のこの言葉尻、うん、そしてテンションからやっぱ先行意欲、うん、先行する可能性高いんじゃないかなと僕は少し思います、はいはい、あとは今日あのこう、ね、積極的宣言を特別紹介でしたのが黒沢選手だったんですよね。黒沢選手思わずおもらし気味に言ってしまった思いっきり行きますって言ったのがちょっと印象的だったんですけど、そのあたりどうなのかなって気になりましたよね、はい、気になりますね、はい、なるほど、はい、雰囲気も伝えていただきまして、はい、ありがとうございます。でも本当に最高のコンディションで今日暖かかったんですよね。結構15度そうですね、あの現時点でも冷え込みを感じないですね、うん、正直、はいはい、カイロも結構用意してたんですけど、まだあのこの2日間使ってないんですよね。あ、そうですか、はい、少しやはりね後半になるにつれね、うん、すごく冷え切ってっていう印象ですけど、ね、まあ、グランプリシーズンは寒いですからね、そういった意味ではコンディションは発揮しやすいですよね、うん、そうです、はい、風もなくということですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、お二人はまた明日も、はい、お願いしたいと思います。そうですね、この後は、清水さんにね優勝インタビューとあと表彰式も控えておりますので、また明日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。と言いましてもですね、はい、中心となっているのは一番地元神奈川の瑞孝雄選手です。本当にここを、ね、優勝してさらに来年弾みつけてもらいたいですよね。しかも地元でね、はい、もう舞台は整いましたから、うん、プレッシャーはあると思いますが ね、最高の笑顔で終わりたいところですよね、はい。その松井選手につけていくのかというのがこの3番の後ろにいますね、宮本選手、はい、この位置もポイントですよね、うん、まあ、そんなにねこうインタビューなんかでも欲は感じませんでしたけども、うん、チャンスがあれば刺す足はありますからね。これで最後ですからね、はい、さあということでお待たせいたしました、ヤンググランプリ2020久保山義太郎さんの実況でご覧ください。ヤンググランプリ2020選手入場。どんな夢を見に行こうか。一番神奈川松井孝雄。二番福島高橋真也。三番山口宮本俊介。四番群馬小林大成。5番栃木酒井陽。6番東京河合優也。
7番埼玉黒沢誠二、8番青森小原雄太、9番埼玉森田優也。今年きらめきを放った活躍を見せたヤングレーサー9人、それぞれが飛躍の年となり、今年最後の舞台で進化したプレーを披露します。人は強い第11レースヤンググランプリ2020、距離はバンク5周2025メートルで争われます。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。存在感は増すばかり地元のスピードアタッカー、1番地元ホームバンク松井幸雄、北日本期待の長距離砲、2番福島高橋真也、スキル抜群113期のルーキーチャンピオン、3番山口宮本俊介、縦攻撃に器用さも光る4番群馬小林大成、センスあふれる115期のナンバーワン5番栃木酒井陽、シェイプドヘッドの果敢なアタッカー6番東京河合優也、ハイパワーで攻める積極派7番埼玉黒沢誠一、ポテンシャル十分ナショナルチームの B ステイ選手、8番青森小原雄太、非凡な才能を開花した9番埼玉森田優也。以上のメンバーによるヤンググランプリ競争発走いたします。まもなくのスタートです。構えての号令かかりました。体制完了、号砲になりました。第11レースヤンググランプリ競争スタートです。まずは1番車松井幸雄前を取ります。続いて2番高橋真也、4番は小林大成、3番宮本俊介、5番が酒井陽、7番黒沢誠一、8番小原雄太、6番河合雄也、最後尾に2番の高橋真也です。いや森田雄也です。バックストレッチから3コーナー、1番松井幸雄が前を取りました。ここはホームバンク、このタイトルは絶対に譲れません。 A 代表でスキルを伸ばしています。その後ろが3番車山口の宮本俊介、在校時から高い能力を評価されていました。物おじしない度胸満点の宮本俊介、今日は松井幸雄をマークする競争となるようです。2周回目の1コーナー、3番手に8番車青森小原雄太、学生時代からナショナルチームの誘いを受けていた逸材です。後ろは2番車福島高橋真也、豊富な運動量で躍動する、この先北日本を引っ張っていく大砲ですが、今日はマークです。高橋真也、8番2番は遠く勢、続いて5番車栃木の酒井陽、同期出世争いをリードする酒井陽です。ここまで順風満帆の道のり、 S 級初優勝はこのバンクでした。続いて4番車群馬小林大成、ここは酒井陽マーク、プレイエリアは広範囲、万能選手です。その後ろから7番車は埼玉黒沢誠二、以前所属していた社会人野球のホンダが全国優勝しました。全開ホンダ、ノンストップホンダという応援曲がありますが、そのホンダパワーで全開に吹かします7番車黒沢誠二。その後ろは9番車埼玉森田優也、昨年の準優勝の悔しさから始まった今年の森田優也、取り返すチャンスが来ました。さあ7番の森田、いや黒沢誠二が動いた、森田優也続く、6番河合優也は短期の競争、ゼロからのスタートもこの舞台に2度連続で乗ってきました河合優也。さあカバンを通過、7番車の黒沢誠二現在3番手で止まっています。打掌周回1コーナー、先頭1番の松井幸雄、ちらっと後ろを見た松井幸雄は下がった、今度アウトコースから仕掛けたのは5番の酒井陽だ、酒井陽が行く、4番小林大成マーク、5番4番3番手7番の黒沢誠二、そしてジャンが鳴って飛び出したのは8番の小原雄太、果敢に行った2番の高橋真也追走、遠く勢が行く、第4コーナーだった1番松井幸雄、松井幸雄は8番手だ、 400m を切りました、飛ばす8番小原雄太、前回に今1コーナーから2コーナー、2番車高橋真也車間を切りながら追走、その後ろ2車線離れた5番の酒井陽、そして1番下の松井幸雄が猛チャージ、現在3番手2番手まで迫ってくる1番の松井幸雄、届くか、第4コーナーまた2番の高橋真也、番手から出る外から1番の松井幸雄が突っ込んだ、取りました1番松井幸雄。
厳しい力の猛チャージ、松井耕雄ガッツポーズです。劣勢を挽回した素晴らしいスピードでした。追走3番宮本俊介を振り切っています。掴み取ったヤンググランプリ、ホームバンクでしっかりとものにしました。お知らせします。ただいまの落車はゴール後のものです。どうぞご了承ください。ゴール後に6番の川井優也選手が落車していますが、審議とはなっていません。リプレイをご覧ください。松井耕雄の猛チャージ届きました。スーパースローをご覧ください。1番3番3着争いはどうか。9番の森田優也が伸びていきますか。後ほどの決定放送まではお待ちください。11レースの模様でした。最終11レースヤンググランプリ2020ご覧いただきました。さあこちらがゴールの出棺のスローなんですが、地元の松井選手が着通過となったでしょうか。この後、ああ吠えてますね。いやー、見てるこちらも興奮しましたね。大興奮でしたけれども、もうずっと周回終わった後もね、ガッツポーズして声を出して、はい、うん、さあではここで放送が入ります。ヤンググランプリ2020決定。1着1番松井耕雄、2着3番宮本俊介、3着9番森田優也。平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式13450円、枠番連勝単式13650円、車番連勝複式1番3番430円、車番連勝単式1番3番620円、3連勝複式1番3番9番890円、3連勝単式1番3番9番2210円、ワイド1番3番200円、1番9番300円、3番9番390円。以上でございます。では最終第11レースの結果です。ヤンググランプリ2020優勝は1番松井耕雄、2着は3番宮本俊介、3着9番森田優也。払い戻し金です。2車単1番3番620円、3連単1番3番9番2210円です。その他の払い戻し金はご覧の通りです。では終了いたしましたヤンググランプリ、もう一度 VTR で見ていきましょう。はい、2周半からね、黒沢が動いて8番の小原を蓋しますね。前を取ったのは自分のスピードに自信があるでしょう、1番の松井耕雄です、はい、1番3番の後ろで黒沢と8番の小原が並走ということで、まあ、黒沢これ先行する気だったんでしょうね、うん、そこでついていっても粘られると思った5番の酒井が一度叩いて、8番2番の動きを待ちます。この辺りも酒井クレバーですね。うん、計算通りに8番2番の小原がかましてきて、番手高橋絶好かなという展開になりました。最初本では、はい、7番の黒沢も追いかけるんですけどね、やはりダッシュ力で酒井が勝るんで3番手に酒井、1着となった松井は8番手。ここからね、森田も強いんですよ。これ1番3番でまくった後にそのまま飛びついて、2番目標になって1番の松井が伸びますね。高橋も絶好の展開になるんですが、スピードそのまま勢いを衰えず松井が優勝。続いた3番車の宮本、そして9番の森田がバックで松井のまくりについていって3着と、いやもうこれ爆発しましたね、感情がね。こんなにもこんなドラマチックな展開があるんですよ、地元でね。
ヤンググランプリで、うん、声も飛んでましたしね、うん、しかも記念でね、こう悔し涙とか競輪祭で軍事優勝して嬉し涙とかね、それで最後にこういったご褒美があるわけですから、いやー、いいですね、面白いですね、競輪はね、ヤンググランプリ2020、見事力強い走りを見せてくれました松井幸雄選手。今表彰式が行われますバンクのステージへ自転車に向かって、自転車に乗って向かっております。さあ、そして今バンクのステージに到着いたしました。ここからは江藤美希さん、よろしくお願いします。はい、ここからは私、江藤美希が進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは改めてご紹介いたしましょう。ヤンググランプリ2020の栄冠を勝ち取りました地元の松井幸雄選手です。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは松井選手のシャンパンファイトに参りましょう。松井選手、私のシャンパンファイトですの声に勢いよくシャンパンファイトお願いいたします。それでは参りましょう。松井幸雄選手のシャンパンファイトです。さあ、勢いよく喜びを爆発させております。おめでとうございます。いや、気持ちよさそうでしたね。おめでとうございます。さあ、それではここからは加藤新平さんにお話を伺っていただこうと思います。はい、それでは加藤さん、お願いします。はい、競輪ファンの皆さん、ヤンググランプリ2020を制した松井幸雄選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちお聞かせください。めちゃくちゃ嬉しいです。まず今日のヤンググランプリ、どのような決意を持って挑まれました？いや、もう本番区なんで、去年も3着で悔しい思いしたんで、今年は絶対に優勝してちょっとかっこいいとこ見せないのと思ってました。そして今日は全員自力型というライバル選手揃いましたけれども、今日のご自身の走り、どのように振り返ります？そうですね、まあ、一番前取って引いて、もういけ自分がいけると思ったところから仕掛けようと思ってたん で、まあ、ちょっと前ごたついて、まあ、ちょっと自分に向いたかなと思うんですけども、まあ、自分の持ち味の出しとかそういったいいところ全部出せたかなと思います。そして今たくさんのメディア、そしてたくさんのカメラマンのフラッシュ浴びてますけど、実感湧いてきました？そうですね、もう、ゴールした時からも実感はもうバチバチでもう感じました。まあ、じゃあもうそれはもう優勝しか考えていなかったっていうことですか？そうですね、もう優勝しか見てなかったんで、はい、嬉しいです。さあ、そして今年1年をちょっと振り返ってみてください。前半から中盤にかけてコロナウイルスでの開催中止っていうとても難しい期間がありましたけれども、その期間松井選手どのような時間でした？そうですね、やっぱりもう練習もあんまり思ったようにできなくて、でもこれからどうなるんだろうと思ってたんですけども、まあ、だんだん規制もかかりながらの開催がやってきたんですけども、まあ、自分の走りとしては後半、まあ、前回のケリーさんも良かったですし、まあ、今回優勝できて、まあ、いい1年、まあ、世間的にはあまりいい1年じゃないですけど、僕の中ではまあ悪くないいい1年だったと思います。そして後半戦、このヤンググランプリの出場が決まってからはここまでの調整満足いくものでした？そうですね、もうナショナルチームの皆さんと切磋琢磨していい練習ができて、このヤングランプリ迎えられたんで、はい、良かったです。そしてこのナショナルチームに所属するという意味は松井選手にとってどのような意味がありますか？そうですね、まあ、競技でも結果出さないといけないですし、この日本の競輪でもやっぱり日本のトップ引っ張っていかないといけない立場だと思ってるんで、そうですね、プレッシャーを感じます。競技、そして日本の国内の競輪とこの両立っていうのは大変だなって思ったこともありましたかね？そうですね、まあ、なかなか、競技の方も世界戦とか行くとなかなか思ったような練習もできないこともあるんで、まあ、一戦一戦しっかり、まあ、いい、うん、
そうですね、身になるような走りをしないといけないと思ってるんで、まあ、大変じゃ大変です。そして今松井選手があの会場をすごい見渡してこう関係者そして家族みんな松井選手の優勝を喜んでいると思います。今日はね家族仲間たちには優勝してくるっていうふうに言ってきたんですか？もちろんです。はい、もう家族にも、まあ、講演会の皆さんにもそしてコーチナショナルコーチのコーチとかにも優勝してくるって言ったんで、まあ、約束は守れたんで良かったと思います。さあヤンググランプリチャンピオンという王道を歩みしレーサーの誕生です。では最後に改めてこの表彰式をご覧になられている競輪ファンの皆さんに一言お願いします。今日は熱い応援ありがとうございました。おかげさまでしっかり力を出し切れて優勝することができました。また来年もこれ以上またレベルアップできるように、精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ヤンググランプリ2020優勝は松井幸雄選手でした。新平さんありがとうございました。それではこちらもまずは、中央からお願いいたします。中央のカメラマンの皆さんからです。お願いいたします。続いては松井選手右側のカメラマンの皆様に目線の方お願いいたします。さあそして最後は左側のカメラマンの皆様にお願いいたします。皆様そろそろよろしかったでしょうか。松井選手ありがとうございました。それではヤンググランプリ2020見事優勝されました松井幸雄選手のウィニングランとなります。どうぞ皆様大きな拍手でお見送りをお願いいたします。松井選手本当におめでとうございました。ただいまバンク内で行われておりますヤンググランプリ2020見事優勝いたしました地元の松井幸雄選手のインタビュー並びに表彰式の模様をご覧いただきました。たくさんの声援もいただいたようで、はい、答えてそしてこの後ウィニングランという形ですね、はい、しっかりと答えていただいております。もう喜びを爆発させた松井選手となりました。ぜひですね来年の活躍にもご期待いただければと思います。あと競技の方の活躍も皆様ぜひご注目いただきたいと思います。さあそしてそろそろお時間が迫ってまいりました。この辺りでお別れとなります。見事ヤンググランプリ優勝いたしましたのは松井幸雄選手となりました。明日はですねいよいよ競輪グランプリ2020行われます。ぜひ最終日もお見逃しのないようにご覧いただきたいと思います。はい到着となりました。松井選手おめでとうございます。それではスタジオからはこの辺りで失礼いたします。皆様さようなら。ヤンググランプリ2020見事今年のチャンピオンの栄冠を輝いたのは松井幸雄選手でした。おめでとうございます。いや黒沢誠二が動いた。森田優也続く6番川井優也短期の競争ゼロからのスタートもこの舞台に2度連続で乗ってきました川井優也。さあカバンを通過7番手の黒沢誠二現在3番手で止まっています。打掌周回1コーナー先頭1番の松井幸雄ちらっと後ろを見た。松井幸雄は下がった。今度アウトコースから仕掛けたのは5番の酒井陽だ。酒井陽が行く4番小林大成マーク5番4番3番手7番の黒沢誠二そしてジャンが鳴って飛び出したのは8番の大原優太果敢に行った。2番の高橋慎也追走遠く勢が行く第4コーナーだった1番松井幸雄松井幸雄は8番手だ 400m を切りました。飛ばす8番小原優太前回2枚1コーナーから2コーナー
麦わん車高橋信也車間を切りながら追走、その人2車に離れたゴンマバンド坂井を、そして1番下の松井光雄が猛チャージ、現在3番手2番手まで迫ってくる1番の松井光雄、届くか、第4コーナーまた2番の高橋信也番手から出る、外から1番の松井光雄が突っ込んだ、取りました1番松井光雄、厳しい力の猛チャージ、松井光雄ガッツポーズです。劣勢を挽回した素晴らしいスピードでした。追走3番